さっていくとね、ここ、あと特にここ、特にこの辺が硬くなられてますね。でどんな感じかって言ったら、冷凍庫の中に入ってるお肉みたいな感じ、その切り方が待ってるんですね。今からそれをね、生肉に戻していくので、その過程がとてもあんま痛いんですね。で、この背中のズレってまずね、バキバキズレを取ってあげた方が楽になってくれるので、そこからね、背中からズレを取っていきますね。で、こちら側を下にしてもらって休んでください。はい、足こしますよ。はい、で、かりますね。はい、かります。よいしょ。ぐーっとね、これでひねっていきますね。だらんとしまって。バキバキってなりましたね。これはね、背中がず、腰がずれてたよってことなんですね。今度反対側も行きましょう。ここでね、こうやって腕組んでもらってよろしいですか。はい、丸くなってもらって、そのまま後ろ食べてくださ、ね、まあ、これがね、背中がずれただよっていうことなんですね。はい、ではね、下向きになって休みましょう。バキバキ取ったんですけども、そうすると少しだけ背中が柔らかくなってくれてるんです。でもまだもうちょこの辺が硬いので、でだいぶ楽になってるこれで。今から首の方を見ていきますけれども、はい、頭ちょっとトントロしますよ。首でこう見させてもらうと、ここ押されるとちょっと痛いのね。でこっちも押さえてみたいんですけど、これはね、どうなってるかっていうと、首の骨がずれてるんですね。でそのずれてるのがあるとどうなるかっていうと、この辺が頭が痛くなったりとかしませんか。でそれをね、元に戻してあげると痛くならなくなってくるんだけども、パキパキして大丈夫？あ、大丈夫です。はい、じゃあパキパキしていきます。ではこう左側向いてもらって、グー、もう一回向いてもらって、もう一回右向いてもらって、グー、ええ音鳴りましたね。そうするとほら今ここ痛くなって、なくなってますよね、でもね、まだね、ちょっとね、押さえ込んであげた方がこの辺が硬いところがあるから、これね、あのバキっていうので取れなかったので、あの手で押さえて取っていきますからね。だいぶ首悪いよ。あ、本当ですか。うん、結構肩こりとか頭痛で悩んでたはずです。近いで近いで、そうそう、ここ結構喉うんうんとか言ってなんかなったりしません？あ、します。この辺がそれなんですよ。関係ありますね。うん、あります。昔その体操とかされてたって言ったんだけど、結構激しくこけたりとかされたことあります？あります、あります。あ、それかな。じゃあなんかトランポリンから落っこちたこともある。あ、そうなんね、トランポリンから落っこちた。そういうのはね、こうムチ打ちのね、首みたいな感じになられてるから、あ、それはしんどかったはずですよ。トランポリンできるんですか？トランポリンもやってました。今はもう全然、今はもう全く、うん、なるほど。はい、以上でございます。ありがとうございます。よく耐えました。暑いよね。どうですか、だいぶすっきりされました？あ、うん、でも、あ、すごい背中とか肩こりとかね、というのが、悶絶整体でございます。悶絶やった。